でできる。これは死ぬまでできる。おかしいな。
思うけど、相手はサイドボード見てから、ね、そんだけ見たら2回目に失敗するから、そしたらさ、サイドボード見せるになっちゃうから、そこからは出てる、じゃあなんか次はちょっとドラマですね、ドローできないクリーチャー、ドラフトするときいつもフルカフェ呼びたい、フルカフェすごいパックやるタコはいらないから、も知らぬにしてあったタコやってるよ、これは知らぬにしてない、昨日はちょっとメッツ界に行って、そこで11枚のスロットがあるから、でもハイドラも残ってないクリーチャーができるちょっと難しいから、すごいストライドコストを払うとき、このコストでストライド。環境から落ちればいいとか。したっけ、まずアマルダのストライドスキル。今回の電子じゃない。ちょうど上がったね。ブタブラコスト。じゃあ、変形が入ったコイルじゃなくて。ここに温泉は2対4で乗ります。そいでもって、そんなに2枚超えたら日中よこされてるんだ、日中の後っ腹が出てるんだ、要は無理なんだろう、あの、バーン来そうだよ、バーン来そう、来ますか、じゃあバーも入れとく、やりましたね、そしたら明日フライデーワンチャンで、お、黄色レベルどうやって、何やねんか、ベスト、さらに典型に入れたんで、いや、ちょっと回せ練習しとかないと、はい、まあ、ゲルキャップ下へ振ります、交代準備して参考して参加します、はい、はい、じゃあ行きます、箱が怪しい、全然変わんねえ、ここに行かない、ここら辺まで遠いに行かないか、こっちか、いや 俺らむしろこの辺からダメだ、3番もいい、俺が PB に行きます、3番じゃないモダンばっかだ、27モダンのみ、モダンのみ、2番7番2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 番11時間、4体スタンドして、これの効果で。